はい、こんにちは。マーヤチャンネル、マーヤハラです。はい、マインクラフト PC 版、とんでもなく久しぶりにやっていきたいなと思いますね。はい。いやー、なんかね、全然記憶がないんだけど、なんで僕装備ないんだろう。完全に、いろいろないんだけどさ、もしかして遊んでるうちに、ロストしたのかな？なんか、あれだもん、だってエンチャントレベルも3しかないからさ。オッケー、とりあえずは、装備揃ったんだけど、今日はね、何をやるかというとですね、天空トラップタワー作りたいなと思って、で、作る場所はこの村の向こう側にさ、海ちょっとあるでしょ、浅瀬の海、あそこに作りたいなと思って。なるほど。ここね、ここだったらまあ落ちても大丈夫かなって感じ。そうだね、ここに作りたいです。この上ぐらいにね。なんだけど、大変なことがあって、全然素材がないです。なんで、まず素材集めから始めていこうか。エシック、泳いでる。泳いでますね。はい。泳げるようになった。で、エシックもちょっと協力してくださいよ。まあ、とりあえずガンガン石を掘っていきましょう。石、わかりました。はい。砂も必要なんだよね。スタックでいいんだね。スタックいいの？集まった集まった。あ、違う、砂がね。ちょっと師匠さん、邪魔だよ。オッケー、帰ってきた？あ、来た。飲んだ、君たちは。僕が寝るところ、そんな見たいのか？僕の寝顔がスイートすぎて。あ、入った？あ、まだ今来た。はい、じゃあおやすみ。いやー、二日間ずーっとホリホリで終わっちゃったね。僕の頑張って作ったカブトハウスに時々お客さんが入るんで、超狭いのに。まずか。お疲れ様。おはよう。じゃあパパ、早速ですね、こちらの方に作っていきますんで。お、作ってく？はい、来た。191まで来ました。よく来たね。いやー、すっげー高くておっかないんだけどさ。もう雲の上だよ。はい、雲の上？うん。そんなわけで。もう詰めませんってとこ？詰める。まだ詰めるんだけど。よし。足場というか休憩場みたいなのができました。待機場だね。ここから上にさらに33マス登っていく。これで1、2、3段目。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、32、33、オッケー、来た。あ、やばい、これやばい、やばいことに気づいた、あいちゃん。ちょっと待って、まあ、とりあえず、この、あれがあれば。シャー！オッケー。あそこまでか。オッケー。33段目まで上、目印つけたんで、これで一回降りるよ。死なないことを祈って。頼むよ。死ぬな、俺。うわぁ、うわ、怖い。大丈夫だった。すごい。大丈夫だった。パパよく耐えてくれてありがとう。いやー、もう恐怖だった、今。よし、戻ろう。じゃあ、3日目だね。3日目お休み。3日もずっとホリホリ作業してたね。はい、ちゃんホリホリだった。パパ上に上がってったからね。パパ上に上がる作業。はい。そしたら次に必要なのはあれだね。木が必要だね。はしご。はしごある？あれ？これここにも必要？ちょっとヘルメットが異常に。これはここからさ、あ、いけた。あ、登れた。そしたら、こっちを塞いじゃえばいいんだね。オッケー、これでいいようにとして。あ、ダメか。じゃあ、ちょっと作り直しだな、これ。え、作り直し？いや、上部分だけはね。大した上部分じゃないから、大丈夫だけど。どこだっけ？え、シンくん、そこか。ここにさ、じゃあさ、はしご落とすからさ、え、僕一応4個持ってる。4個じゃ足りないでしょ、だって。うん、落
落としてくんない。どうやって落とすんだっけ。9か。あー危ない。チューチューチュー。9落とすよ。はい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 。落としてくる。あ、ゲットしてゲットして。オッケーオッケー、大丈夫かな。とりあえず今15個です。それ大丈夫かな。とりあえずね、買えなかったら連絡するよ。連絡って目の前にいんのに。面白いこと。音が聞こえる。ただいま。あ、来た。ちょっとえちゃん。ビャー。どこぐらい？あ、もうちょっとだ。もうちょっとで33段。お、ちょっと押さないで、えちゃん。さすがに押すのまずいわ。えちゃん、降りてさ、やっぱりさ、はしごを完成させてくれた方がいいわ。あ、そう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 、そんな感じで。もうちょっとだな。ひゃーひゃ。え、落ちた。あ、やっちゃった。やばい、あの長い旅をまたやんなきゃいけない。いやいや、そういう問題じゃないって。違う、はしごのね、一番下まで落ちたんじゃなくてね。33段上までやってきました。長かったなぁ。ふぅ、またこの長い旅やり直しなのか。あ、取れなかった。まあ5分はかかんないからだね。よし、そしたらこれ横に広げていく必要があるんだな。この状態で落ちたらまた死んじゃう。あ、そのまま下に降りていけばいいんじゃん。ですね。なんで？なんで？あぶ！大丈夫だった？大丈夫した。大丈夫した、大丈夫した。星のトーテムとかあればいいのにな。何、星のトーテムって。あのさ、洋館にあるさ、洋館にいるさ、村人みたいなさ、おじさんを倒すともらえるやつだよ。その名の通り、星なんだよ。そうなの？そんなんあんの？それを手に持ってるだけで、すごい高いところから落ちても私がお守りしましょうって感じで、その時点で効果終わりで当店はなくなっちゃうんだけど。 OK、 こっちから回ります。あら？違うな、間違っちゃった。あ、OK だね。OK、OK。なんか結構間違えちゃってたな。まあいいでしょう。水がどんどん落ちてくる。え、水落ちてくる？そして、なんか止まったでしょ、勢い。非常に。ヒューって。勢い止まったよね。止まってるよね。OK、OK。こんな感じ。ミッション開始。OK ね。OK、OK。よし。OK です。ミッションコンプリート。はい、そんなわけでですね、今回はこのあたりにしたいと思います。はい。まだまだちょっと道のり長いかな。うん。とりあえず休憩所作って、この上に湧き槽を作るんだけど、うん、湧き槽で湧いたモンスターがこう落ちてきて流れていくっていうところ、うん、そこまで作りました。イエーイ。うん。で、この流れていった後の下のところにホッパーとか、いろんなものをセットしなきゃいけないんだけど、うん、まだそれは2回ぐらい先になりそうかな。今日はね、材料集めからだったんで、結構時間経っちゃったんだけど、またそのうち時間できたらこの続きやっていきたいなと思います。はい、はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、はい。